皆さんこんにちは、LS です。今回はジップ圧縮展開を試してみたいと思います。ビジュアルスタジオで新しいプロジェクトを作成、 Windows フォームアプリを選択してプロジェクト名は ZIP テストとします。今回もフレームワークは .NET 6.0 を使用します。フォームデザイナーが表示されたらボタンを追加します。 ZIP 圧縮用のボタン ZIP とします。ボタン ZIP をダブルクリックしてボタン ZIP クリックの処理を書きます。 ZIP テストというフォルダを準備しました。このフォルダを同じ場所に ZIP 圧縮してみたいと思います。フォルダの中には画像ファイルを2つ入れています。1つは圧縮効果が期待できるビットマップ画像と、もう1つは PNG ファイルを準備しました。フォルダのサイズは 1.49MB ですね。まずは圧縮するフォルダのパスと作成する ZIP ファイルのパスの変数を準備します。先ほど確認した ZIP テストフォルダを圧縮して ZIP テスト ZIP というファイルを作成します。 ZIP 圧縮にはシステム、IO、コンプレッション、名前空間の ZIP ファイルクラスを使用します。 Create from directory メソッドの引数に圧縮元となるフォルダ ZIP ファイルパスを指定します。圧縮レベルは Optimal、最適としておきます。フォルダの中身だけを圧縮するので False としておきます。エラー処理を追加して、エラーが発生したらメッセージボックスを表示します。これで試してみます。 ZIP 圧縮のボタンをクリックすると終了しましたね。 ZIP ファイルはできていませんね。ブレイクポイントを設定してみましょうか。圧縮処理を実行すると終了しました。 .NET フレームワークの時もそうでしたが、このクラスを使用するには参照を追加する必要があるんでしょうね。コードスニペットは表示されているんですけどね。ただ .NET になってから参照マネージャーが少し変わって、以前のようにアセンブリを一覧から選択することはできなくなっています。いろいろ調べてみましたが、 NuGet パッケージからインストールするのが良さそうです。 NuGet パッケージの管理をクリックしてシステム、 IO、コンプレッション、ZIP ファイルを選択します。 .NET 6にも対応しているんでしょうか。インストールします。インストールできたようなので、これで試してみます。ダメですね。もう一度試してみますが、同じですね。システム、 IO、コンプレッションのインストールも必要なようです。インストールします。インストールできたようです。試してみます。またダメなようですね。 ZIP ファイルはできていません。パッケージはインストールされていますね。さらに DLL の参照が必要なのでしょうか。参照できませんね。もう一度試してみましょうか。終了しませんね。ZIP ファイルができています。サイズも少し小さくなりました。中のファイルを見てみましょう。予想通りビットマップファイルは小さく圧縮できています。PNG ファイルはもともと圧縮されたファイルなので、ほとんどサイズは変わっていません。どうして突然圧縮できるようになったんでしょう。もう一度圧縮処理を行ってみます。メッセージボックスが表示されました。ZIP ファイルがすでに存在するとエラーとなってしまいます。なので、ZIP ファイルがすでに存在する場合は、ZIP ファイルを一旦削除します。試してみます。エラーですね。条件が逆ですね。エラーはなくなりましたが、分かりにくいですね。元のフォルダにファイルを追加してみます。テキストファイルを追加します。今の ZIP ファイルにはもちろんテキストファイルはありません。再度 ZIP 圧縮を行います。ZIP ファイルにテキストファイルが追加されました。次に ZIP ファイルの展開、回答処理を追加してみます。ZIP 展開用のボタン、ボタン ZIP2 を追加します。ボタン ZIP2 をダブルクリックして、ボタン ZIP2 クリックの処理を書きます。圧縮処理をコピーして書き換えます。
ZIP ファイルと展開先のパスはそのまま使用します。展開先のフォルダが存在する場合は削除します。サブフォルダが存在する場合でも削除できるように2つ目の引数を true にしておきます。 extract to directory メソッドを使って展開します。 ZIP ファイルパス展開先フォルダパスの順に指定します。まずは展開先のフォルダを削除してから試してみます。展開フォルダができています。元のサイズに戻ってますね。展開フォルダを残したままで展開処理を行ってもエラーは発生しません。フォルダの削除処理がなければどうでしょうか。エラーが発生しました。やはり展開前にフォルダの削除は必要ですね。 ZIP ファイルクラスで ZIP 圧縮展開はできましたが、このクラスにパスワード付き ZIP ファイルを扱う機能はないようです。なので別の方法で ZIP 圧縮展開を行って ZIP ファイルにパスワードを付けてみたいと思います。 7zip.dll で検索して、総合アーカイバープロジェクトのホームページの 7zip32dll のページから dll をダウンロードします。ダウンロードしたファイルを展開します。展開したフォルダの中には今回使用する 7zip32dll の他にいくつかのファイルが入っています。 DLL の使い方やバージョン履歴を記載した 7zip32 テキスト、 API の説明を記載した 7zip API テキスト、 API に渡すコマンドの説明を記載した 7zip コマンドテキストなどのファイルが入っています。この DLL は 7z 形式の書庫の圧縮展開だけでなく、圧縮率の高い ZIP ファイルを作れたりします。もちろんコマンドを指定してパスワードも設定できます。使い方にはこの 7zip32dll を Windows システムフォルダーにコピーするように記載されていますが、今回はアプリの実行パスバイナリデバッグネット 6.0 Windows にコピーして使用します。まずはフォームのコードの先頭に DLL の API を使用するための宣言を書きます。この処理は以前 ini ファイルの読み書きで行った Windows API の宣言とほぼ同じですね。先ほどコピーした DLL 7zip32dll を指定します。使用するのは 7zip 関数です。 7zip API テキストに関数の説明が記載されているので引数をコピーしておきます。まずはウィンドウハンドル、このフォームのハンドルをポインタで渡します。次は DLL に渡すコマンド文字列、 DLL から結果を返してもらうバッファにはストリングビルダーを使用します。最後にバッファのサイズを指定します。フォームにボタンを2つ追加します。圧縮用のボタン 7zip と展開用のボタン 7zip2 とします。ボタン 7zip をダブルクリックしてボタン 7zip クリックの処理を書きます。圧縮元のフォルダーは同じフォルダーを使用しますが、圧縮後の zip ファイルの名前は 7zip テストとしておきます。コマンド文字列用の変数を準備します。 7zip コマンドテキストでコマンドを確認します。コマンド A で指定フォルダ内のファイルを圧縮できるようです。コマンド -t で書庫の形式を指定します。今回はこのサンプルのように ZIP 形式で圧縮します。コマンド -m で圧縮方式を設定します。圧縮形式は ZIP なので圧縮レベルは0から9で指定可能です。レベル9で最も圧縮率が高くなります。コマンド -p でパスワードを設定します。コマンドを作成します。圧縮コマンド A、コマンド -t で ZIP 形式を指定、コマンド -p でパスワード1234を設定します。まずは圧縮レベルの指定はなしで実行してみます。コマンドに ZIP ファイルパスと圧縮元のフォルダを追加します。パスはコマンドと間違われないようにダブルクォーテーションで囲んでおきます。
フォルダ内のすべてのファイルを圧縮するので、円マーク、アスタリスクを追加しておきます。コマンドの実行処理は展開時にも使用するので、関数にまとめてコマンドだけを渡すようにしておきます。コマンドの実行処理を書きます。API の戻り値を受け取る変数を準備しておきます。API 関数に渡すウィンドウハンドルの変数には、このフォームのハンドルをポインタで渡します。API から結果を返してもらうバッファ用の変数は、ストリングビルダーを使用して、サイズは1024としておきます。API 関数に準備した変数を渡します。API の戻り値をこの関数の戻り値としてそのまま使用します。それでは、ブレイクポイントを設定して試してみます。7zip 圧縮を実行します。コマンドの内容を確認します。圧縮コマンドやパスの設定は問題なさそうです。API 関数を実行します。エラーが発生しました。DLL は 32bit 用でしたね。64bit の実行環境ではエラーになりますね。プロジェクトのプロパティを開いて、プラットフォームターゲットを AnyCPU から x86 に変更します。これで試してみます。エラーは発生しませんでしたね。ZIP ファイルができています。ZIP ファイルクラスを使用して圧縮したファイルの方が圧縮率が高いみたいですね。コマンドを追加して圧縮レベルを9ウルトラに変更します。ZIP ファイルクラスを使用した時と同じサイズになりました。今回は単純なビットマップ画像を使用したので、圧縮効果に差が出にくいのかもしれませんね。ZIP ファイルを展開してみます。パスワード入力のダイアログが表示されました。パスワード1234を入力します。展開できました。それでは一旦この展開フォルダを削除して、コードで ZIP ファイルの展開処理を書いてみたいと思います。ボタン 7zip2 をダブルクリックして、ボタン 7zip2 クリックの処理を書きます。ボタン 7zip クリックからパスの変数をコピーして、展開先フォルダを 7zip テストに変更します。回答、展開コマンドはいいですね。ボタン 7zip クリックからコマンド変数と処理もコピーして、まずはパスワードを指定せずに、E コマンドだけで試してみましょうか。コマンドには ZIP ファイルパスだけ追加します。実行してみます。パスワード入力のダイアログが表示されました。このダイアログは API から呼び出されたものですね。展開フォルダがないですね。アプリの実行フォルダ、デバッグフォルダに展開されていますね。コマンドで展開先フォルダを指定してませんでしたね。パスワードをコマンドに追加して、E コマンドだとフォルダ階層なしで展開されるので、X コマンドで階層あり、-O コマンドで出力フォルダを指定します。アスタリスクも必要ないですね。これで試してみます。展開できました。今回は ZIP 圧縮展開を試してみました。次回は音声合成、音声認識を試してみたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。